こんにちは浮間 JP です9月のニュースをお伝えします9月8日から14日全国で救急医療週間が実施されました9月13日赤羽消防署下出張所で地域連携訓練が行われました 商会・自治会、事業所が集まり消火器、スタンドパイプ、DQ ポンプのほか屋内消火栓の取り扱い方法を確認しました9月17日、都内でも中秋の名月を鑑賞することができました9月20日、秋の全国交通安全運動に伴い 赤羽警察署と大和運輸が赤羽駅前でキャンペーンを行いました9月28日、北区花火会が行われました9月29日、浮間西町会が防災訓練を行いました 以上、9月のニュースをお伝えしました。